チャオ、あっちゃんです。今日はね、ラムで、車中飯して、で、お買い物して帰ってきて、アイス、いやないわ、かき氷、今日はね、お茶、宇治茶のアイスやってんけど、なんかね、トッピングのアイスがちっちゃいね。なんかね、いつももっとボーって乗せてくれるのに。ちょっとしか乗せてくれない。相性悪かった。トッピングするんで、え、トッピングするんですかって言われて、とかも、ね、トッピングお願いします、はぁ、って言われて、トッピングしますって書いてある。トッピングはミルク、練乳か、アイストッピングって書いてある。え、トッピングするんですか、アイスでって言ったら、はぁ、言われて、もう一回変わったんかな、システム見たらトッピングで、トッピングアイスで、はぁ、ちょっとしかしてくれない、びっくりした。まあ100円ね、乗ってるだけでもありがたいけど、いつも業者ですよ、いつもサービスでいいやと思ったけど。あっちゃん、ランチの食べ物ね。まあね、みんなパートさんやから、あともね、あんまり言わんとこ、また食べるし。前はね、びっくりするぐらい乗っとったの。ホイトクリーム100円ね、これ、かき氷の上にこれ乗ってええのっていうぐらい乗っとったから、びっくりした。あっちゃんの前の人もね、なんかぐちゃぐちゃ言ってた。気になった。今なんか買ってる人もなんか怒ってる、すごい怒ってる、こんなんしてそんな暴れて怒らんでもいいの。すごいグーってシャカシャカ書いてみた。あいつものばちゃん帰ってきた。あいつものばちゃんはね、すごい
ってある、うん、丁寧やねんけど、今回ね、初めて見るこっちゃんですよ。ただね、シロップがめちゃくちゃ多い。ここの味濃い、甘い甘いというか、お茶の味がすごいアイスじゃなくシロップをサービスしてくれたんやサービス悪いね、ごめんこんなサービスいないし、甘っあまりない、抹茶やから、抹茶いちごとね、ブルーハワイと抹茶があるの。間違えてもね、なっちゃん抹茶のかけ方がこだわんなかったよ、昔は。今は抹茶好きなんですよね。これだけでもね、100円で十分やから、熱い体がすごい冷えていく、口の中から感覚なくなっていくめちゃめちゃしてる。そういえばどこかにウェットティッシュがあったな、ここで。あ、そう、本当にダメだよね、100均で。あ、100均置いたんや、そうや。庭側から出て帰ったんだ。ちょっとアイスが好きなやから飲みたいのかったな。待ってたら練乳トッピングしてもらえばよかったかな。美味しかった、ごちそうさま。口の中が冷えなりました。ネットティッシュ、またカットなんていいじゃんかな。
こぼしたんよ。ね、ちょっとね、しみっちゃったな、しみっちゃったな。取れるかな。美味しかった。ごちそうさま。ということでね、かき氷、ラムーの100円かき氷を食べました。歯が痛い。っていうぐらい、歯の位置がね、おしりゴミ箱あるんで捨てます。ということで、今日のあっちゃんの、かき氷。今日のあっちゃんのデザートタイム、ラムーの100円かき氷を食べました。抹茶に、バニラソフトトッピングで、いただきました。美味しかったです。ちょっとピンチさかったから物足らなかった。まだ言うか。はい。ということでね、根に持ってるわけじゃないんけどね、いつもよりトッピングが少なかったから悲しかったね。ということで、今日のあちゃんの、おやつタイムで終わりにしたいと思います。美味しかったです。ごちそうさま。また食べる。ということで帰りましょう。ではまたね。バイバイ。お肉買って、100均で帰りましょう。